急に応募したんですけど、さっきなんか昨日までめっちゃ迷っててやるか、そうでもなんかやんないよりやった方がいいなって思って、せっかくさ、そうこのショールームでイベントあるからやんないよりはやった方がいいなって思って迷いに迷いました。ナイスミドルさん、ハートありがとう。本当に口に入れた瞬間から違うね。やっぱ高級なお肉はそうだよね、とろけるみたいな。ソースさんありがとう。くもちゃんキャンディーみたいなやつ。まっちゃんさんキラキラありがとう。しゅうがきさんありがとう。あ、そう今日からです、今日から28日、なんか夜遅くに配信する日が多分多いと思うんですけど、みんな来てくれたら嬉しいです。そう今日から、今日のね6時からだったんですよ。だからそう昨日の夜までめっちゃ迷ってて、さっきもめっちゃ迷って、でもやった方がやんないよりはいいなと思って挑戦してみることにしました。皆さん応援よろしくお願いします。夜遅い日がね多いかもしれないけど、うん。シュガキさんキラキラありがとう。ナンさんラブありがとう。コヘンさんキラキラありがとうね。トゥ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 、今日はピンクだ、ピンクです。そうこっちの、こちらのイベント、こっちこっち。ソーセーさんありがとう。あ行ってないねぴょんって思うやん。私ちゃんと今日行きましたから、ちゃんと今日行きましたから、皆さんちゃんと私今日行きましたよ。お昼に、お昼に行きました。え、指全然腫れてないけど普通に痛い。ストラドレイトさんありがとう。キラキラ。でも本当に私やっぱりあれですね、やっぱりさ、で整形外科行くとやっぱりさ、あれ原因わかんないわ。うん、何もわかんなかった。何もわかんなかったよ。注射何本打ちました？0本。だから雨降ったのかって。嘘、雨本当に行ったよ。うん、ピンクカメオさんありがとう。え、なんかなんだっけ、レントゲンも撮ったし、エコーもやった、やってくれたけど全然わかりませんでした。なんかもうレントゲンはもう撮って見せてくれるじゃないですか、一緒に見るやん先生と。なんかさ、もうさ画面に映ってるやつ見て、あのお医者さんじゃない私でもわかるくらい綺麗な骨してました。はい。何にも分かんなかった。でもなんか塗るやつ、塗るやつもらったんですよ。もう絵の具ぐらい、めっちゃ絵の具かなこれって思うぐらいめっちゃでかいなんか薬もらいました。うん、なんかこんぐらいの塗り薬もらった。そう、しっぺジンジンするからね、骨バラバラじゃないよ、めっちゃ綺麗につながってるわ。そう、何も異常なかったんですけど、だから本当に分かんない。ただのなんかだよね、神経じゃないって言ってた。うん、神経。やすさんありがとう。そう、塗るやつもらった。そう、めっちゃ大きい、なんかこんなやつ、こんぐらい大きい、リアルにこんぐらい大きいやつもらった。うん、なんだろうね、分かんないけど、まあとりあえず行ったよっていうね。そう、行きましたよちゃんと。今日痛かったら行くって約束したんでね、行きました。神経って言ってもさね、分かんないね。なんか先生首も触ってましたよ。なんか首、なんかこの辺が痛むのって首とつながってるから、なんか首関係するんやって。でもさ、うーん、めっちゃ思うんですけど、
あのさ、優しく触るじゃないですか。そう、まあ当たり前だけど、そう。だからなんかあんまりあれだよね。神経痛になりやすい。なるほど。素直に行くなんてそらのらしくないな。いや、じゃあ本当に痛かったの。うん。ね、昨日みんなに怯えさせられたから。そう。うん。首こりでしびれ、いやでもしびれるはないんですよね。そう、優しく触られるじゃん。そう、それじゃ痛くないよね。うん、だってなんか押したら痛いけど、なんか曲げるのは痛くないとか、なんかいろいろあるじゃん、種類ね。難しいよね。引っ張ったりしない、しない。黒曜さん、ありがとう。ファオに教えてもらった偏頭痛の予防のストレッチ役に立ってます。おお、嬉しい。そう。でも本当に、うん、理由がわからない。理由が分からない。今日は初めて行くところに行ってみた。うん、そう、初めて行くところに行ってみた。うん、したらなんか先生がめっちゃ優しかった。先生がめっちゃ優しくて、めっちゃなんか丁寧でしたよ。うん、理由は分かんなかったけどね。まあそんなこともあるよね。あのさ、青島のカフェで何飲んだと。青島のカフェってどこ、どこのカフェ、どこだ。同じの飲みたい。どこのカフェ。うん、優しい先生だった。またそこに行こうは笑う。行く用事ないよ。うん、初めてのとこ大丈夫。他に患者さんいた、いた。いたけど、あの何、大体さ、大体さ、なんか皮膚科とかさ、整形外科ってさ、めっちゃなんかさ、時間ん、めっちゃ長い時間、ま、んめっちゃ待ち時間あるじゃないですか。例えば、うん、朝一に行っても、まあ、2、3時間待ったり、お昼まで待っちゃったりとかあるじゃん。だからお昼の締め切りギリギリぐらいに行ったんですよ。ギリギリっていうか、締め切る、受付締め切る数十分前でもないな、20分前くらい、15分20分前くらいに行ったら、すぐ呼んでくれました。うん、でもなんか看護師さんが、あの時計を見て、時間になった途端にぴったりに、あのお昼の受付終了しましたの札を下げに行ってた。うん、そう、朝一行ってもね、めっちゃ並びますよね、結果。ここね、そこは、あ、私のストーリーのやつ、ストーリーに載せてたやつかな。え、待って、ストーリー載せたっけ。あ、カップってこうやって写したっけ、それかな。整形のいい病院はリハビリの患者さんがひっきりなしに来るイメージ。あ、わかる、なんか多いよね。待ち時間なしでもなかったけど、なんか書いて、問診票書いて、ほんのちょっとしたら呼ばれました。でもほぼ待ち時間なかった。私が紙書いて終わったら結構割とすぐだった。月曜日はさ、だって日曜日病院休みじゃん。そうだよね。
ップ持って自撮りしちょったやつ。あ、それはホット紅茶、うん、なんていうの、ホット紅茶ってなんだっけ、ホット紅茶なんだっけ、ホットティー紅茶、紅茶飲んだ、あ違う紅茶じゃない、ミルクティーのホットだ、うん、ミルクティーのホット飲んだよ、うん。シノハートありがとう。問診票になんて書いたの、いやなんかさ、それがさ、あなんかね、なんか丸つける式で、もちろん書くとこもあるっちゃけど、なんかね、こう理由丸つけるとこがあって、原因不明ってやつがちょうどあったから私はそれに丸つけた。そう。原因不明に丸つけました。そしたらなんか全然何も聞かれなかった。なんか原因不明ってつけてるから、そりゃそうか。ぶっちゃんハートありがとう。ソースイさんペンライトありがとう。全然大丈夫だ。うん、そう、私にぴったりな選択肢が用意されてました。うん、助かったよ。シゲオ007さんキラキラありがとう。別に安静にしててねとかバレてない。塗り薬をただ出してくれた。注射禁止なかった。そんな、あ、ありがとう。みんな8位まで5000、ありがとう。8位、今9位。また来てください。あ、言われてないです。なんかさ、原因不明の時ってまた来てくださいなんて言わないんじゃない、どう、うん、なんか私の前に入ってたあのおばあちゃまは、そう、なんかさ、あの問診室から聞こえて、月曜日にまた来てくださいみたいに言われてたから、あ、そういう風に言われる感じねって思って覚悟していったんですけど、全然言われなかったから、うん、薬塗ります。うん、でもさ、みんな聞いて思う、あのさ、塗り薬やん、1日2回くらいの塗る頻度、2回ほどみたいな書いてあって、でもさ、指じゃん、絶対さ頻繁に手洗うじゃんね、手洗うじゃないですか、取れるよね塗ったやつをすぐ、それでも効果あるのかな。ピンクカムーさんありがとう。糸目止め注射お願いしますって言わなかった。嫌です、そんなこと頼まない。あ、寝る前ね、まあ、寝る前じゃん、寝る前とあと1回はさ絶対落ちるよね。そうだよね。ナンさん待って、これ何タワーって言うの、初めて見た。これは何タワー、掛け軸かな、なんだろう。だいたい手はだいたいいつ洗うの、え、頻繁に洗うくない、だってさ、メイクするときも顔に下地塗ったら一回私手洗いますよ。手ベタベタだもん、手で塗るんで私。うん、あ、皮膚の吸収はそれなりにいいんで気にしなくて。あ、なるほど。ちょっと待って、何タワーっていうのこれは。タワーでいいのかな、タワーでいいの。
東京タワーってしっとりするって。いやなんかね、それが今日もらったやつって掛け軸か、掛け軸10連タワーっていうの、それちゃんしか買ったんタワー、おーありがとう。ちょっと待ってね、それがさ、今日もらった薬さ、めちゃくちゃすぐ乾くんですよ。え、すごっ、掛け軸10連タワーっていうの、成分入ってればいいのに。ああ確かに、わかる。ランさんね、ちょっとここにソラノンしか買ったんって書いてるの分かった？確かにこれなんかさ、推ししか買ったんって書いてあるのかな、嬉しい。ちょっと待って、よし行きますよ。せーの、そうなんしか勝たんたわ、ありがたわー、なんさんありがとう、嬉しい。待って、9位か6位になった、ありがとうございます、嬉しいです。取れたかな、取れたかな、推ししか勝たんって書いてあるでしょ、だよね、私でも分かった、嬉しい、ありがとう。そうなんしか勝たんたわ、ありがとう。真ん中の色は違うよ。ちょっとさ、なんかどう書いていいか分かんなかったんだよ。ゆうちゃん、ドラドレイトさん、ありがとう。キラキラー、ありがとうございます。掛け軸むずいね。でもサロンしかカタンって書いといた、自分で嬉しい。サロン画伯、これも画伯に入る、文字書いたのに、ありがとね。そう、とりあえずね、すぐ乾くんですよ。まあとりあえず今日は寝る前に塗る。でもさ、寝る前にさ塗るのはいいんですけど、でもさ、めっちゃさ香るんだよね、なんか。でも湿布も一緒だからな、湿布と同じような香りがするの。そうすんの、湿布じゃないな、湿布、なんかアルコール消毒のきつい匂いみたいな。宮崎って暖かいと、って東京やとダウン着ちょるんやけど、ね、あったかかったっちゃけど今日めっちゃ寒かった、いい香りじゃない、そう、いい香りじゃない、あのアルコール消毒の香りってダメで、その香りがする。あ、そう、スーッとする香り、そうそうそう、私はダメですね。そう、なんか日中はいいけど、まあ、夜寝る前にはちょっと嫌かも。でも塗るしかない、ずっとする、そうそう。私が行った時は夏かと思った、そうでしょ、そうそうなんやけど、なんかね、今日ぐらいからかな、寒いね、今日からか、寒いかもしんない、もしかしたら。関東雨が上がって暖かくなった、あ、雨やったんや、なるほどね。ゆうちゃんキラキラありがとう。やっぱ雨の日って寒いですよね、なんか
暑い日もあるけどさ、ダウン持ってったけど着ることなかった。お、よかったよかった。寝てから塗ってもらったらって、起きちゃいそう。いや、そう、何日か前までっていうか、もう本当に昨日おとといくらいまでは、そう、本当に半袖で OK ってぐらいだった。あ、キャンプね。まあ日陰は寒いよね。うん、日陰は寒いと思うな。チキン南蛮と地鶏と餃子、今だったらめっちゃ餃子人気、辛麺いっぱいあるな。言ったらいっぱい出てきちゃう。スイーツもいいし、マンゴーとかさ、ヒューガナッツとか、もう何でも食べてほしい、うん、でも今言ったのは結構マシとかも、うん、マータリの餃子美味しかったです。食べた？美味しいよね。美味しいんですよ、マータリの餃子は。うん、明日まで関東は暖かいみたいだけど、明後日から寒くなるみたいって。みんな寒さ対策ちゃんとしてね。黒豚は鹿児島ですね。そう、皮がもちもちでね、そう、美味しいの美味しいの。うん、辛めでお腹壊さんか、怖い。大丈夫よ、3辛がいいじゃない、初めて食べるなら3辛じゃない。うん、そう。マータリともう一個有名なとこ、マータリともう一個有名なところ、有名なとこいくつかあるもんな。マータリとでもよく組み合わせで一緒に聞くのは高鍋餃子ですね、うん、高鍋餃子は私的にちょっと春巻きに似てる感じ。春巻き、うん、春巻きに似てる、うん、春巻き、どっちだっけ、うん、それ春巻きあれ、どっちか分からんくなった。まあ春巻きに似てるやつ、春巻きみたいになっちゃった。うん、そう、トモヤラね、食べてほしい。春巻きちょっと待って、春巻き、うん、分かんないな。春巻きかの。新富餃子まだ食べてないので楽しみですって、いいね、ゆうちゃんありがとう。地鶏はね、もう地鶏はどこでも正解だと思う。だって炭火焼きだからな。肉巻きおにぎり食べてほしい。肉巻きおにぎり、青島で、うん、青島で音楽を聴きながら、うん、聞いてみて、聞いて、聞きながら食べてみて。あ、お土産はね、お土産はチーズまんじゅう絶対買って帰らんとね。うん、そう、青島にどこにでも結構割といろんなとこにどこにでもあるけど、青島のあの音楽聞きながら食べてほしい私は、うん、地鶏のお土産、そう、空港にねいっぱい売ってる。おにぎりならスパム肉おにぎり好きやな。うわ、宮崎も、あの肉巻きおにぎり。
え、チーズまんじゅう空港にある、あるある、空港にあるよ。チーズ棒とかもある。チーズ棒美味しいよ、空港にある。ソーセージさんありがとう。お花帯ね、いいね。肉巻きおにぎり、え、そう、青島で、あの肉巻きおにぎり、肉巻きおにぎりじゃんつんじゃんっていう音楽が流れてるんですよ。ずっつちゃっちゃずっつちゃっちゃん。そう、わさぴさんありがとう、ピンクの光。うん、一回も行ったことないのに宮崎行くチャンス狙ってます。いつでも来てよ。そう、肉巻きおにぎりの、うん、音楽がある。そう、そうそう、食べてね、肉巻きおにぎりは最高だよ。ルッピーさん神ありがとう。ゆうちゃんキラキラありがとね。大島城島の、あ違う、大崎城島のホテルマンさん嬉しい、ありがとう、来てくれて、ハートもありがとね。キャンプに合わせていくか来月の連休に行くか、えー、やっぱさ、キャンプに合わせてきた方がいいんじゃない。もあの何、自分のやりたいことプラス観光みたいな脳がなんか充実せん。肉巻きおにぎりって普通の家庭でも作るのって、普通の家庭でも作る人は作ると思う、うん、作れるよ。でも私は外で食べる方が好きですかね、うん、あの青島とか、うん、でも居酒屋さんにも、居酒屋さん結構絶対って言っていいかもしれないぐらいあると思う、うん、結構ある。肉巻きおにぎりは卒業公演終わり、卒業公演終わりのサロンの3界隈の打ち上げで行った塚田農場で食べ、初めて食べた、嬉しい。チーズのせリゾット美味しそう。大崎上、あ、上島ごめんね、大崎上島ってどこ、上島、城島とか言っちゃった、ごめん、大崎上島ありがとう、ホテルマンさんごめんね。テゲバジャラ宮崎とでしょ、いいじゃん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 、目的あった方がいいよ。そう、結構ボリューミーで美味しい。そう、書いてある通り広島で、あ、広島って書いてあったっけ、広島、広島なのか、広島行ったことないな。広島って書いてあったっけ、あ、本当だ、広島県の温泉がある離島だって。ごめんごめん、すごい離島か。チーズリゾットでチーズダクダクでチーズめっちゃ糸引いてた、美味しそう、いいな。青島行ってミルクティー飲んで、うん、いいね、あったまって、肉巻きおにぎりいいねいいね。そう、ちなみにでもあのあれだよ、もっと飲み物いっぱい種類あるから、あのもっと美味しいドリンクもいっぱいあると思うよ、うん、そう、私はあのコーヒー系が飲めないので、そう、ミルクティーを選んだけどね。そう、そうそう、コーヒー系が好きなら全然コーヒー系もいっぱいあった。同じの飲みたいならミルクティーのホットかな。
キムチ鍋食べて、うん、キムチ鍋食べて明日チーズ入れてリゾット、めっちゃいいじゃん。あ、推しと同じ胃袋にね、グッジョブ。サーノンと同じなら通るわけないじゃん。いつもあれ食べたい、これも食べたい、あそこ行きたい、こっちも行きたい、で全く時間が足りないって。そんなもんだよ、旅行って。旅行ってそんなもんよ。自分も紅茶派です。お、お揃い。ミルクティーと焼きそばパン買ってきます。お、いいね。ミルクティーと焼きそばパン、待って待って、ミルクティーと焼きそばパンって合う？大丈夫それ。 SVS さんありがとう、神ありがとうね。なんか急に前髪がおかしくなっちゃった。宮崎で一番のビジョンの上見さんと同じ飲み物をくださいって頼んで出るか。ダメですよそんなこと出ないよ。え、ニコニコショップ行っちゃうと、ダメじゃん、ダメじゃん。わさぴさん、え、わさぴさんさ、前回行ってないっけ、行ってないんだっけ。旅費6万くらいするかな、それ交通費込みでってこと。交通費入れたら行くよねきっと、飛行機なら。今から撮るならね。ゆうちゃんキラキラありがとう。じゃあそんな、そうやって言ったら出るぐらいみんな広めてよ、ぜひぜひ。みんな通って、じゃあみんな通って宮崎に。前回食べたけど今回も行く予定でした。もうそれはでもさね、だってわさびさんさ、サメッセにちなんてウロジング行ったって言ったよね。もうそこまで行ったら行かなきゃ。美味しいよねニコニコショップ。さっきマクドでキャラメルミルクティーフラッペを、キャラメルミルクティーフラッペ、キャラメルミルクティーフラッペ美味しそう。小さな女の子飲んでたけどうまそうだったのって、美味しそう。それは飛行機片道2万2000円、4万8000円やろ、12000円。ちょい、遊ぶご飯、ご飯とか、待って、ホテルは？あ、ホテルと飛行機でってことね。うん、6万ぐらいいっちゃうね、そしたら。こんばんは。ちゃんぽんハウス達也のパンと、とんかつの多さが割合が合わない。カツサンド出す店があるよって。ねえ。ご飯入れてない。あ、そこレンタ、ご飯代は入れてないね。うん、じゃあ大丈夫。そうね、レンタカーね、必要だよね。とんかつしのも行きたいな。おお。わさぴさんもね、この間行ったって言ったもんね。ホテルと、でもホテルと、ホテル何泊するか分かんないけどさ、そうね、分からんけど、まあでも片道2万4000円、4万8000円は行くもんね。そうね、わさびさん行ったよね、行ったよねって、なんか私と一緒に行ったみたいになってるけど、私は行ってないですよ。一緒に、とんかつしのは車じゃないと厳しそうですよ。ほらやっぱりレンタカーだね。一泊か、土日だけで帰ってくる、土日だけね。そっか、もうお仕事あるとそうなるよね。金曜日にってなってもさ、夜だもんねきっと、お仕事してたら。ちょっと塗りすぎちゃった、まあいいか。
次は一緒に行きましょう。めっちゃ面白い。グーとか言って。今まで話聞いてる頃5、6回は昼飯や晩ご飯が必要で、あ、食べてほしいものの数聞くとってことね。次こそモアイの前で待ち合わせてって。モアイね、大好き。うん、そっか、キャンプのね、そうだよね、日程もあるもんな、休養日とかね。確かに可愛いよね。めっちゃ OK っぽいポーズでしたが、いけす。喜んでいいですかって、めっちゃ面白い、可愛いね。うん、やはりサーモンの配信は楽しくて時間経つの早いのって嬉しい。え、もう1時間経っちゃったの、それ。経ってないよね。巨人キャンプなら釜揚げうどん、どういうこと？サウンド巡る宮崎ツアー企画してもらったら何が何でも参加します。おー、嬉しいね。推し活の楽しみは旅行ができること。お、素敵。推し旅して、みんなも。なんかさ、いいよね。でも趣味増えるしね、旅行。もうなんか今旅行ちょっと前よりはさ、行きやすくなってるやん。だからなんかちょっと前はさ、1年前とか2年前とかはさ、なんかもう旅行行きたくても行けないみたいなさ、行きたくてもなんか感染対策しなきゃとかさ、いろいろあったじゃん。なんか行きたいところも我慢してお家にいなきゃとかさ、そういうのが今だんだんちょっとずつ解除されてね、今割と自由ですから、今のうちにね、行けるとこに行くのがいいよ、みんな。おし旅、いいタグできたの。おお、いいね。おし旅して、みんな。ああ、旅割があったのはね、確かにね、そうだよね。旅割はね、嬉しいよね。えっと、宮崎ツアーは2巡目期待してたんですかね。本当にそう、私もなんか2周目あるかなって思ってたんですよ。2周目あったら宮崎でツアーできたらいいなって思ってたんですけどね、2周目なかった。シゲオ007さん、ありがとう。お花、うん、空の終わり、空の終わり。ゆうちゃん、キラキラ、ありがとう。ツアーはめちゃ、ん？ツアーは、あ、めっちゃお金かかる。あ、ツアーってお金かかるんだ。でもまあそうだよね。え、ツアーってさ、え、ツアーってどういうツアー？どういうツアー？どのツアー？旅行？全国ツアー？全国ツアー？あ、全国ツアーか。まあそうだよね、会場を借りたり。そうですよね。うん、大変だよね。ウェイトツアー発表終わったら まずはホテルと飛行機を抑えたな。チケットが当たるか分からないのに。いつものみんなの流れ、それ。
え、じゃあさ、なんか例えばさ、東京ドームってなったらもう東京、例えばよ、めっちゃ分かりやすく言えば東京ドームって決まったら、東京ドームでありますみたいな決まったらさ、東京ドームの周りで近くで探すみたいな感じ。その都道府県の会場の、そのコンサート会場の近くで探す感じ。すごいね、飛行機も取っちゃうんだもんね、みんな。でもさ、それ当たんなかったらさ、どうすんの、キャンセルすんの。ガチで47都道府県回ったアーティストいないんじゃない。いや確かにそれ思うよね。だってさ、47都道府県ツアーみたいな言ってもさ、だいたいなんか回んない場所あるじゃん。全部回ってるもんね。私はまあ3県ですけど。あ、そん時はキャンセル。なるほどね。まずは東横インを探しました。全国にあるのかな。いろいろ予定立ててコンサートだけじゃなくて観光する、大事だって。ついでやもんね、せっかく行けるしね。その県に初めて行くかもしんないじゃん。初めて行く県の方が多いよね、逆に。ホテルのキャンセルは直前までかな。確かに前日とか。何人かチケット2人で申し込んでる、当てるっていいね。私も東横インへの、東横インのヘビーユーザーですヘビーユーザーヘビーユーザー面白いな。なんでめっちゃいいの。熊本ツアーの時コロナで延期になったけど、飛行機とホテル抑えてたので下見兼ねて行きました。ありがとう。じゃあ2回来てくれたの、すごいね。あ、ポイントがめっちゃ貯まるみたいな。川口湖ん、数が桁違い。あ、ホテルの数。東横インは朝食無料だし。あ、朝食目当て。何、ゆうちゃんキラキラありがとう。私はアパかドーミーイン派。へー、この前も宮崎駅前の東横でしたって。東横イン、すごい。東横インは10回で1回タダになる。待って、10回泊まったら1回無料ってこと。すごくない。でもどこの県でもいいんですか、それは。どこの県のやつカウントしてもいいの。めっちゃいいじゃんそれ。めっちゃいいね。でもそんな泊まることある。ルートイン、大浴場ね。現在45ポイント。45ポイント、あ、45ポイントって宮崎の数字だ。40、私45だったよね、背番号。無料券送られてくるって。夜泣きそば美味しい。どこの。九州のホテル、朝のバイキングって地元メニューが食べれるのが好き。すごいいいね。45だよね。だよね、私の番号じゃん。すごい、わさぴさんおめでとう。45ポイント、私の数字、なじみの数字。磯風さん、ありがとう。ラブ、アイラブ。大浴場のあるビジネスホテル選びます。
いいよね。なんかホテルイコール温泉みたいなさ、なんかイメージあるじゃん。でもなんか意外とさ、なんか東京のホテルとかってさ、大浴場ある、あの温泉付きのホテル珍しいじゃないですか。だからいいよね。延岡には伊東横がないので、ルートインでした。うん。東横インがね。最近は差別化で大浴場付きビジネスホテル増えてきてる。おお、いいね。私福岡行った時にね、一回ね、あのあれ、なんか朝の時間が暇すぎて、あのお店が開くまでね、そう、泊まったホテルとは違う、泊まった場所とは違うホテルのなんか温泉に入りたくて、そう、温泉探したら、なんかそこの温泉に行きたくて、なんかサウナ付きので、なんかね、行ったことあるね、時間つぶしに。でもなんかそのホテル、なんか日帰り温泉ができるけど、会員登録しないと銭湯入れんくてみたいで、会員登録して、そう、行ったことある。泊まってはないけど、そうで、あのメイクとかもしちゃって、そっから、そう、お出かけしたことあるね。うん。車のナンバー45、いいじゃん。45と48にしたらもう私だよ、それ。458でも私だね。うん。あ、コンビニね、確かに。コンビニ多いとこ、あ、コンビニあるとこ多いよね、確かに。うん、確かに便利、コンビニあるとだいぶ便利。最近泊まりの出張の時はチェックインしたら、お風呂に10センチくらいお湯入れて足湯してる。頭いい、いいねそれ。車のナンバー、あ、715がいいよ。みんな715がいいんじゃない？そういうの毎回反応する、715の車見たら。うん。自分の車のナンバーは、はい、8。あ、めっちゃいい。はい、8。すごい。ゆうちゃん考えてる。ゆうちゃんいいね。元気出るね、そのナンバー。いいね、いいね。よく考えたわ。すごい。いいよ。愛がいっぱい。磯風さん、ハート、ありがとう。はい、8。ねえ、はい、8、めっちゃ懐かしい。私たちの集合写真の、はい、8だったよ。掛け声だ。ゆうちゃん、キラキラ、ありがとうね。気が向いたらじゃない、もうすぐ帰った方がいいよ、きっと。715、いいことあるよ。いいことあるよ。こんばんは、お疲れ様ご。エダシさん久しぶりじゃない？嬉しい、来てくれて。車買ったらナンバーはみんな715ですね。715がいいと思いますよ。願い事が叶うかもしんない。ハマったの遅かったのに後悔しております。全然嬉しい、見つけてくれたのが嬉しいから。まず
遅くないよ。うん、好きな数字にする？まあ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 、それもいいよ。確かにいいことありそうだなって。ナンバーズもね、でしょ。ナンバーズ3も4も、そうそうそうだよ、絶対いいよ。もうマサピさん、それしかない、それしかない。次当てるにはもう715だね。バイクって希望ナンバーあるのかなって。確かにバイクって希望ナンバーあるの？どうなんやろ、バイクってどうなんだろうね。確かに、どうやっちゃろう。715、今から見に買う方は715おすすめしますよ。たまに競馬で715買ってるけど、まだ当たったことない。気長に待とう。それでもさ、毎回715買ったらさ、いつか当たるよね。こういう考えの人いないのかな。いつか当たるとか求めてないかな。毎回当たってほしいと思ってるよね、きっと。そうだよね、それそうだよね。大竹さんの卒業公演行ってきたけどさ、あの卒業公演も素晴らしかったんだろうなって思って見てたよ。磯風さん優しい、ありがとう。よかった最後ね。チャケさんのドレス姿見てきたんだね。0715って715はその後も買い続けてますって。まだ当たんない、2回目は当たんない。買い続けてますって、どんぐらいの頻度で買ってんのそれ。ね、毎日当たって毎日買ってもさ、あれだよね、毎日買うのって意味ないんですかね。どうなんだろう。今日ひーちゃんの卒業公演の申し込みしたけど倍率めっちゃ高いの。いや高いよそりゃ。しかも卒業公演だもんね。サーの卒業公演データ残してあるからいつでも見れますって。何回も見て。平日は毎日、あ、毎日毎日かって、それ意味あるのかな。毎日結果違うのか。ひーちゃんの卒業ん、ひーちゃんの特別ん、卒業特別公演1時間、1時間で終わるの。1時間、あのあれ公演曲じゃなくてひとみさんが選んだ曲をするってこと。特別公演だから、そっか、ひとみさんのセレクションの曲ってことか。そのうち当たればいいのでって、すごい心が広いわ。劇場公演1ヶ月に2回当選すればいい方が、全然いい方だよ、いい方だよ。最近サーノンに会いたい感が半端ない、半端ない場合って、嬉しい、ありがとうね。私も会いたいよ。卒業公演何回でも見れるけど、卒業発表の公演はなぜか見れないのはなぜだろう。いやそりゃね、そりゃ胸がね苦しくなっちゃうよね、寂しくなっちゃうね。確かにダンスナンバー多そう、とみさん。そうだね、
嫁ちゃん力踊ってそう。ギリギリギリ卒業公演を見た公演は今のところ横道ゆりさんとサノンだけです。嬉しい嬉しい、入ってるの嬉しいよ。すごい、うちは意外と2人なんだ。ギリギリさなが言えないよ。なんか懐かしいな。私たちさ、ひとみさんの次にさ最強ツインテール踊ったよね確か。もうめちゃくちゃプレッシャーだったから、あれ、本当にあれは曲順がどうかしてたよそう、アイズワンさんから帰ってきたさ、アイズワンから帰ってきたひとみさんがさ久しぶりに立つステージの次に私たちがね最強ツインテールを踊ったんですよ。そう、しかも私たちあれがあれだよ、あの時間がじゃない、あの公演がフルデビュー、あの全国ツアーフルデビュー、涙の表面張力ね。歌いそうじゃない？どう？まあ元カレです。待って。元カレですもん、そうだよね。元カレですもん。あれ？元カレです。そうですよね。元カレです。ひとみさんですよね。ん？うん。あと、どうしても君が好きだ。ひとみさんのセンター曲2曲ですっけ。元カレです。どうしても君が好きだ。歌いそうだよね。ひーちゃんの卒業公演19人なんだ。19人誰？決まってんのメンバー。一応1時間ってありがとう。キリ良い時間になったら終わるね。コーヒーが出るよ。ああーコーヒーちゃんあれだよね、ひとみさんの大ファンですもんね。メンバー決まってるんだ、すごい。コヒちゃん嬉しいだろうなね。ひとみさんの卒業公演に、そうだよね、選抜メンバーと仲良しメンバーとコヒちゃんとかかな。あ、見た卒業セレモニーのやつ見た、可愛かった。あ、8メンバーほぼほぼ出る。あ、なんだ、初期面、8メンバーの初期面と私の予想、8メンバーの初期面と、選抜メンバーとコヒちゃん、どう？違う？ピンクカメオさん、ありがとう。キラキラ。ソウスイさん、交番ありがとね。
ハーレムさん、やっほー、こんばんは。秋山ゆなちゃんもか、秋山ゆなちゃんもそうだ、なんか投稿でさ、あのなんだっけ、ひとみさんの卒業コンサートのグッズ買ってるやつに、買ってくれたのみたいな、ひとみさん書いてるやつ見た、リップしてるやつ、すごい。じゃあ18きちゃんが2人出れるんですね。ひとみさんがセレクションしたのかな、スタッフさんと一緒に。意外と見てる、うん、見てるかも。ちゃんと回ってきたやつは見てるかも。あの緊張感めっちゃなんか懐かしく今思いますね。ももちゃんは出ないねって、ももかさんスケジュールかな。サードなくしたオリジナルで作ってほしい。あ、オリジナルでね、確かに。あのドレスのアクスタ欲しいよね。うん、コヒレンは外国人、外国の人も来るのに、ね、すごい、海外のファンの方が多いのかな。あ、韓国語が得意なんや。じゃあひとみさんのファンの方とかもね、来てそう。韓国のファンの方すごい。じゃあ韓国語でも喋れるのかな。ね、ドレスの送ってほしいよね。ドレスをね、アクセント欲しいんですよ。ヨーロッパ系の人もいるの、すごい。グローバル、すごいね。すごい。かっこいいなんか。韓国語喋れるんだ、すごい。じゃあ韓国の方多いのかな。すごいね、やっぱ海外のね、言葉喋れるといいよね。いろんな方と喋れて。サーノもパッと見語喋れるやん。ちょっとディスってる、それは。パッと見語、何それ。パッと見語ね。まあ私ならではの、私にしか喋れない、私にしかできないことですから。まあまあまあ、特技だってね、特技だね、ある意味。パッと見習得したい、無理ですね。私ほどなるにはもう何年もかかります。パ
アスパー登録したけどサーモンカードが見つかりました。サーモンカードはね、あの SNS か私のこれショールームのね紹介のところからジャンプしたら食べるよ、うん、ピンクカメラさんありがとう。そう、習得するには何年もかかりますので、まあ無理に等しいですかね。うん、よし、あと5分ぐらいテキストください、テキストなんてないです。テキストはもう私の頭の中に埋め込まれてるものなのでお渡しすることはできないですね。はい、頑張ってください。白黒のスニーカーいるって、白黒さ絶対さ、白黒ってさ間違いないじゃんね、リピートして使えるよね。そう、サードの背中を見ろってこと、そういうこと、そういうこと、読み取ってってこと、うん、テレパシーで。そうね、あの渡すことはできないです。やらないって言ってないじゃん、うん、吐く、うん、いかにも私できます感出てるけどパッと見ですよね、パッと見寝ちゃったし。56分ありがとう。ランキング読むね。いきますよ。13位はぶっちゃんありがとうございます。12位はエース VS さんありがとうございます。11位は正岡浩二さんありがとうございます。10位は茂雄の9位は磯風さんありがとうございます。8位はやっさんありがとうございます。7位はルッピーさんありがとうございます。6位はピンクカメオさんありがとうございます。5位はソースイさんありがとうございます。4位はゆうちゃんありがとうございます。3位は国陽さんありがとうございます。2位はワーサップさんありがとうございます。そして1位はナンさんでした。ありがとうわ、ありがとねーってことで、皆さん今日も見てくださってありがとうございました。そう、今日からあのこちらのこっちどっちだろうのイベントにもね参加させていただいてるので、皆さん夜遅い配信が多いかもしれないですけど応援してくださったら嬉しいです。そう、ランウェイモデルオーディション、そうってことで、皆さん今日も見てくださってありがとうございました。せーの、そらのじゃんけん、あ、下？あれ？こっちでもこっちでもない？下？こっち？こちらも皆さん応援よろしくお願いします。こっち本当にこれは？ここ？こっちじゃない？こっち、そらのじゃんけん、じゃんけんブン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 、みんなありがとう。はーい、ありがとねー。ということで、皆さん今日も見てくださって応援してくださってありがとうございました。じゃあ皆さんまた会いましょう。明日はちょっと待ってよ、昼の時間帯か夜の時間帯にします。はい、またあのファンルームとか SNS とかでお知らせしようと思うので、まあもし昼だとしたら、もし昼っていうか明るい時間だとしたら
1時以降になるかなって思うんですけど、それ以降だったら夜になりますかね。まあとりあえず SNS 等でファンルームにてお知らせするので、皆さん見に来てくださったら嬉しいです。朝はしません。はい、ってことで皆さん今日もありがとうございました。それではおやすみなさい。みんなありがとう。バイバーイ。みんなありがとうね。イベント1日目ありがとうございました。このイベントは28日までなので、そう、28日まで皆さんたくさん会いに来てください。バイバイ。みんなありがとう。おやすみなさーい。バイバーイ。